皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。えー、動画のタイトル通り、左手が、あー、痛いよーっていう時に見る動画でございます。まあ、主に初心者の方に向けて、えー、なんかこうね、フォーム、 か、なんたらかんたらみたいな話になると思うんですけれども、まあ過去に皆様がですね、少しでもなんか1時間ぐらい練習してたら、なんかもう手がすごく痛いんだけど、関節痛いんだけど、ギターの練習ってこんなにしんどいもんの,のかなみたいな感じで悩んだことがありましたら、結構ね、あの、参考になる内容がたくさんあると思いますので、もしよければ、最後まで動画をご覧いただけたら幸いでございます。そんな感じの内容の動画です。左手が、あーって痛くなったら見る動画、レッツスタート。 ま、平たく言いますと、その、左手が痛くなるっていうのはですね、え、物理的にこのね、なんか物理的というかその、皮膚のこの表面がヒリヒリするっていうのは、これはまあね、しょうがないことなんですけども、それ以外に、例えばその中指のこの関節が痛いとか、なんか手首が痛いとか、なんかこの辺の筋が痛いとかってなってしまってるのはですね、本当はもう一概に言ってしまって、あの、フォームが悪いっていうパターンの、え、ほぼほぼでございまそれはほぼほぼでございます。もう、フォームが、 あまりよろしくないっていう場合がほとんどです。で、ちょっと皆様にですね、もうまず覚えていただきたいことが一つありまして、大前提として、大前提として、いいフォームとは何なのかってことをちょっとお話しさせていただきたいんですよ。いいフォームとは何なのか。まあ、 なんかね、このピックの持ち方はこうでとか、なんか左手の持ち方はこうで、ギターの構え方はこうで、椅子の座り方はうんたらかんたらみたいな感じで、まあいろんなね、まあ雑誌とか本とか動画とかでまあいろいろあるんですけれども、まあね、そういったものはですね、方法のうちの一つなわけなんですけれども、まあ本当ね、もうめちゃめちゃそのね、あの、もうこの目的のもうトップにこの君臨するものとして、いいフォームっていうのはですね、ぜひ覚えておいてくださいませ。体に負担のないフォームがいいフォーム、 なんですよ体に負担ののないだからその体幹がずれて腰が痛くなったとかもないしなんか腕上げすぎて肩が痛くなったとかもないしなんか関節が痛いとか,なんか肘が痛いとかそういうことも全くないし本当にこうねリラックスしてボンと座ってなんかえへーってこう手出したらそこにギターがあってあららら,ら楽しいねみたいな感じでこうリラックスして弾けてる。 フォームが、まあ本当にいいフォームなわけです。だから、その、いいフォームで弾けてれば、まあ例えば1時間だろうが2時間だろうが3時間だろうが4時間だろうが5時間だろうが、本当も十10時間とか弾いてもですね、全然問題ないわけなんですよ。まあ尻が蒸れるとかね、なんかそういうのありますけどね、尻が蒸れるとかありますけども、そういうのはまあ抜きにして、単純にその体に負担のないフォームっていうのは、ええー、まあ、すごいいいフォームだと。いいフォームっていうのは体に負担のないフォーム。だから、その皆様がその手首が痛いとか肘が痛いとかっていうふうになった場合は、 どっかに負担、ストレス、無理があるっていう状態なので、これをいかにこう取り除いていくかってことがすごく大事になってくるわけなんですよ。で、そのいかに取り除くかっていうステップを踏むためには、何を無理しているのかを知る必要があるということなんです。で、今回の動画では、え二、ー、つかな。 二つのポイントに絞って、えー、結構いろんな方を見てきて、初心者の方はこの辺やってしまいがちだよね、みたいな話をさせていただこうと思っております。この動画で、まあ皆様がその、ね、手が痛くて困ってるみたいなことがあったら、大体その8割9割ぐらいはですね、もうこの動画で解決するかと思うので、よかったら参考にしていただけたら幸いでございます。はい。まずですね、1、パターン1、えー、手首が落ちすぎている。これ、すごく。 あります。手首がこういう感じで、くの字に大きく曲がってしまって、手首がこういう感じで大きく落ちてしまっている。これ、すごく良くないです。えー、ちょっと一緒にやってみてもらっていいですか画面の前に、スマートフォン、パソコンの前で一緒にちょっとや,ってもやってみてもらっていいですか手を、まあ、前にこう、パッて出しますよね,ね。ビーム、チョップって感じ、チョップって感じ。で、このチョップってこう、ね、肘から、 あの、指先までこうまっすぐな状態にしますよね。で、この時に、パーの状態からグーの状態にしてもね、そんなにこう違和感ないというか、まあそんなに辛くないし、まあ普通にグッパーグッパーできると思うんですよ。けどこれを、この手首のこの関節をグッと曲げて、このくの字にして、こっからグッパーってしまっていいですかそうすると、この辺にむちゃくちゃ違和感ないですか めっちゃ負担かかってるみたいな感じじゃないですか。この、負担かかってるっていう感じが、えー、このギターにこう来るとですね、この手首が下がってる方もやってくるんですよね。で、その手首がこう下がって、このくの字になった状態でこの運動したりとかしていると、やっぱりこの辺にすごい負担かかるんでよろしくないんですよ。なので、手首をまず落とさないっていうのが結構よくあるポイント1でございます。これを解決するためにはどうしたらいいかっていうと、まずですね、この手のひらの位置。 この手のひらの位置。この手のひらの位置がすごくポイントです。この手のひらの位置がこうね、遠いと、ネックから遠いと、どうしてもやっぱりこうですね、指先がこう伸びてしまう形になって、なおかつこの手首が落ちてしまう原因なんですよ。わかりますこの指のそれぞれの付け根が下がっちゃうと、手首も下がってしまう。けどそうではなくて、この指のそれぞれの付け根をできるだけネックの着にこう持ってきてあげるわけですね。そうすることで、この 手首を下げなくても指を芝に持っていくことができると。で、この時に当然ですけども、肩がこうね、ぐっと上がってしまったりとか、肘がこうぐっと上がったりとかすること全くないです。本当と、さっき言った通り、そのね、の座って腕をね、パッと出した。みたいなもうこのぐらいのリラックス加減でございます。で、自然にこう手を持っていくと。だからこのね、運動している時にそに結構肘がブランブランしてるんですよ。こんな感じでブランブラーンって、ブランブラーンって。ここは力入ってるけど、ね、肘とか全く力が入ってないんです。 でもこれが悪いフォームをやると肩が上がってしまったりとか肘がこうね内側に入っちゃったりとか逆にその外に行ったりとかせずにもう肩は普通にこうね下ろしてこブランとしている状態で軽く曲げた状態にして指のそれぞれの付け根をネックのできるだけ近くに持っていってあげてまあその運動をするとそうすることによってこの手首はね落ちない フォームを作ることができるんですよねでこの落ちないフォームまあストレッチをする時とかですねちょっとこの手首が落ちちゃったりとかするんですけども普通にこのねアコギで G とか C とか D とか弾いてる分には落ちる必要ないですしエレキギターでもそのパワーコードとか弾いたりとかあとも簡単な。 引いている分には全然その手首が落ちる必要ないので、ちょっとですね、自分の角化、自分の姿を鏡で見ながら、手首落ちてないかなみたいな感じでチェックをしていただけたら幸いでございます。これがね、よくあるポイント1です。で、2つ目としては、えー、使う筋肉が違うっていうのは結構よくあります。使う筋肉が違う。これもね、ちょっと一緒にやってみてほしいんですけども、例えばですけども、なんかね、例えば大豆があったとします。 大豆。大豆です。お豆さんが。ちょっと左手出してもらっていいですか皆さんの左手に大豆が一粒あるわけですよ。で、この大豆をちょっとひょいと右手でつまんで、親指の上にポンと乗せて、ここから中指でこの大豆を潰してみましょうか。こんな感じで。親指の上になんか茹でた柔らかい、なんか納豆に使えそうな、なんかこう柔らかい大豆があります。で、この大豆をね、ブッと潰したいと。ってなった時にですね、またこういう形になると思うんですよね。 それぞれこの親指がまっすぐなって、で、中指がこうね、このアーツ状になって、で、こう指が立つと思うんですよね。なんかこの台座潰すぞ、ういってなったら。で、この時の力加減、このギュッ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 とやってみた時の力加減で、どこの筋肉が動いているのかを一緒に観察してみましょうか。この時って、この握力の筋肉が使われているので、腕のこの外側、こっち側、内側じゃなくて外側、日焼けする側が結構ね、こうね、こんもりしてきていると思うんですよ。 わかりますこちらの外側。まあ、内側にもそのあるんですけれどもね、結構外側の、この大きい外側のこの辺の筋肉がですね、ぐっと大きく動いているのがわかるかと思います。この握力の力ってすごく強いので、まあ、男性とかだとね、ほんとね、あの、30キロ、40キロぐらいあるわけなんですけれども、だからこのギターを弾くときもですね、この握力を使うと、まあ、女性の方でもね、あの、軽い力でもう、しっかりこギュッとこう弦を応援することができるんですよ。しかし、しかしですよ。 この親指の上に置いた大豆を中指の腹で潰そうとしましょうか。こんな感じ。中指がね、その先っぽから、えー、なんかこう、なんか1,2,3ブロックあるわけじゃないですか。このシワによって。この真ん中のこの、ね、2ブロック目、ここで潰そうとしましょうか。こんな感じで。大豆を潰すぞうわーつって。そうすると、これもまた、なんかこう内側のこの辺とかが結構ピキピキ来ません なんかすごいこのなんか気持ちよくないというかなんかすごい違和感というかあなんかこれあんまよくないなみたいな,なんかこれずっとやってるとなんかちょっと痛めそうなみたいな感じはしませんさっきのこうね中指をこう立ててグッと潰した時はね結構ね簡単に力、ね、入れやすいじゃないですかギュ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 ッとここれでいけるで潰せるでブツ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 っていけるじゃないですかけど中指のこの中のところでいくとするとちょっと面白くない感じがしますよね こんな感じで使う筋肉を間違えてるパターンってのが結構多いパターンでございます。で、これをね、ちょっとギターに落とし込むとすると、例えばですけども、じゃあ、人差し指でこの5弦の3フレットをターンで押さえてみましょうか。平たく5弦の3フレット。で、この時に、えー、うまくできていれば、こういう形。人差し指が曲がった形で、このね、先っぽがこの5弦の3フレットに落ちる形で、 応できると思うのでまあ簡単にこの握力を使って簡単に音が出ると思うんですけどもこれが人さし指が寝てしまってこんな感じになってしまうとし,、えー、しんどいと。人差し指の腹とかで横弦しようとして人さし指が伸びた状態になるとさっきのこういう状態になってしまうので、えー、結構しんどいと。 でこれを打破するためにどうしたらいいかっていうと人差し指をこうねアーチ状にちょっとこう曲げた形にしてこの筋肉を使うわけですよねこうではなくてこっち側そうするとすごいこの手が楽に応援、えー、できるとこの大きな握力というですね人間にうん特化しているというか人間が特化しているなんていうんだろうそういう人間が得意な 筋肉を使うことができるので、まあ、軽い力で簡単に抗原することができる。こんな感じで、どういうコードに関しても、どういうフレーズに関しても、その使う筋肉を間違えるとね、結構手首を、ね、痛めてしまったりとかするので、えー、なんかちょっと手首に違和感があるな、おかしいなと思ったならば、えー、ちょっと力の入れかけ間違ったんやろうかと気をつけていただいてで、指の落とし方、指のこの曲げ方、指の使い方、間違ったんやろうか。違う筋肉使ってないだろうか。ちょうどいい筋肉使ってるだろうか。 そんなことをチェックしていただくと結構いろいろヒントが見えてくるんじゃないかなと思います、はいまあ、細かく言えばねもっといろいろとこのギターの持ち方とか左手の持っていき方とかあるんですけれどもちょっと今回動画の中でお話しさせていただきた方のはまあ2つですね手首を落としすぎないっていうことと、えー、使う筋肉を間違えないということでございます使う筋肉を間違えなければもうすごいバッキバキにバキバキに音を鳴ることができます バキバキにこんな感じで、えー、そん塩梅ですちょっとね皆様がこれからのギター人生の中であなんか手首いえなとか なんかちょっとめちゃくちゃ方に違和感があるなと思ったならば、えー、今日の話を思い出していただけたら幸いでございます。まあ、細かく言えばね、もっといろいろたくさんあるんですけど、とりあえず今回に関してはそんな感じでございます。ぜひ参考にしていただけたら幸いでございます。まあ、今回の内容でもいいですし、まあ、他の悩みとかでもいいですし、まあ、もし皆様の方でですね、実はちょっとこういう悩みがあるんだよね、みたいなことがありましたら、えー、ぜひバシバシとコメントの方いただけたら幸いでございます。はい、そんな感じでございます。では、この動画を終わりにします。 また違う動画でお会いいたしましょう。さよならグッバイ。じゃあねー。ぜひご感想、リクエストなどなどコメントしてくださいね。さよならグッバイ。じゃあねー。<music>